アストルガは、スペインカスティーリアイレオン州レオン県のムニシピオ。サンティアゴでコンポステーラ・ジュ路ロの、フランスの道途上の町で、司教座が置かれている。アストルガは最初ケルト人の定住地があり、後に古代ローマの鳥で、アストリカが築かれた。紀元14年に、ローマ都市が作られ、アウグストゥステイによって、アストリカ・アウグスタの名を贈られた。今日も、ローマ時代の浴場が見られる。 ローマ時代のアストリーカは北西スペインの重要都市だった。プリニウスは死をウルブスマグニフィカと呼んだ。アストリカからエメリタへ向かうプラテア街道があった。スペインで最初に設置された司教座3カ所のうち一つはアストルガでアストルガ死教の地位はヨーロッパ最古の信仰の義務を負っていた。ムア人に対するアストリアス王アルフォンソ一世の遠征後、 アストルガは見捨てられ、ムア人対キリスト教徒の間の広大な無人の干渉地帯の中に置かれた。再移住が始まったのは1世紀後で、アストリアス王オ,オルドニョ一世の代であった。アストルガは11世紀まで衰退時代にあったが、その後巡礼路の主要宿場となって成長した。15世紀、大聖堂の建設が始まり、18世紀終わりまで続いた。 スペイン独立戦争では、アストルガはナポレオン軍に包囲された。アストルガはナポレオン一世が滞在したイベリア半島中最も遠い町であった。自治体首長は、カスティーリア・イレオン社会党のビクトリー・イナ、アロンソ・フェルナンデスで、自治体評議員は、カスティーリア・イレオン社会党、7、カスティーリア・イレオン国民党、7、パルール、3となっている。アストルガは。 アストルが司法管轄区に属し、道管轄区の中心自治体である。その他に大聖堂付属美術館、チョコレート博物館、ローマ博物館がある。ありがとうございます。